久保さん。信頼関係。契約書のない信頼関係っていいっすね。ほんと久保さん、多分ね、久保さんだけですね。なんだろうな。お互いを分かって、お互いが地を行くっていう。地を行きながらでも一緒にできるっていう。これなんですかね。これ多分久保さんしか僕いてないですね。ま、さすがにやっぱ、 なんかお金のなんか話が出たりとか、まあなんかまあそういうのあるじゃないですか、ビジネスや、ビジネスになるとね。んか久保さんとはないですもん <laughs> おお。お互いを理解してるというか <laughs>。久保さんは久保さんで、なんだろうな。まあ多分ね、僕経由で久保さんのとこ結構行ってるし、ね、僕の塾高いじゃないですか。<laughs> 僕の塾高いんで、久保さんのとこ結構行ってると思うんですよ。 もしくはもう僕の塾も入ってるけど、僕の商品も買ってるけど、久保さん行ってる。ただし、久保さんから僕に来てるのもあると思うんですね。ただ僕がちょっと高い部分あるんで、で、あと久保さんは結構年配の方多いかなっていうところで、ん、だからまあ、あれですね。まあなんか、結局、僕が久保さんの商品売ったら、久保さんの、まあ、宣伝活動もしてるし、で、その宣伝 PR から、即か塾がまた、即か塾って何だ、3万円で入れんのみたいなね。 <laughs> なんか僕が久保哲郎のバックエンドのフロントエンド売ってるみたいなね<笑><笑>なんかねあのー、久保さんとは不思議な関係ですね、はい、そう,うそうっすね <laughs> だからまああのー、多分ですよまあこれ結構億万長者合宿でも何度も言ってますけど このやりとりができるのは、世界探しても多分久保さんしかいないと思ってるんで <laughs>。まあいないっすよね。僕いないと思います。だって、久保さんどうすかねここまでついてくる人います僕お客さんとリレーしたりとかしたりするんですけど、やっぱ無理ですもん。久保さんぐらい続いたお客さんがまずいないですね。しつこい人が。 いや、僕もしつこいし、久保さんもしつこいんで終わんないじゃないですか。だから僕よりしつこい人、お客さんって絶対いてないですもん。だからちょっと、ちょっと強めに言うと、もうダメですね。<laughs> 多分ね、一番奥番長者合宿の一番最初のシリーズって、後半ぐらい結構久保さんがね、こう、ヒーラー役になってね <laughs>、めっちゃ詰めてきたじゃないですか。結構詰めてきたと思うんですよ。で、それでも僕はあの、ブワー返してたと思うんですよね。 で、それで、あの、久保哲郎にやられたんですけど、ちょっと、ちょっと分かって、久保さん、きっとこうだろうなと分かっていながら、その感情を動かされたクソみたいなね。<laughs> で、そのクソと思いながら、そのクソ動画をね、あの、撮って、あ、これ面白いな、みたいな。<laughs> 何なんですかね、これね。<laughs> そう。なんか、面白い。まあ、だから、あの、多分ん、この0時のね、1話でも言ったかもしれないですけど、多分ね、久保さんが先に死んでも、僕しつこいんで、 久保さんが天国か地獄かどっかいるかわかんないですけど、久保さんと何やってんですかみたいな。久保さん動画送ってこないじゃないですかみたいな <laughs> 動画を僕は作ってると思いますね。うん。もしくは、あの、僕が先に死んだら久保さんが、吉谷さんどうしちゃったんですかみたいな。動画来ないじゃないですかっていう動画をね、多分撮ってんじゃないかなと思う。<laughs> だから死ぬまでね、だから、あの、両方が <laughs>、多分これね、すごくないですかあのどっちかが死んだらやめるというよりかは、 あの、両方死なない限り、これが終わらないっていう、まあ、地獄のリレーですね <laughs>。うん。だから、それはね、何なんですかね。まあ、まあ、ここまでやってる実績もあるっちゃありますけど、まあ、今までいろいろと見てきて、まあ、久保さんしかいないなっていう。だって僕、僕、僕ぐらいしかいなくないですかあの、20時間ライブ、20時間ライブで、 あの、山口さんの20時間ライブで朝9時からね、コメント入ってね、5、朝5時までね、なんか、久保ですみたいな。あれも久保さんしかいない。あれを知ってるの僕しかいないですし。うん。だからその昔のその久保さんから僕知ってるし。うん。まあだからありがたいですよね。だから、なんだろうな。あの、人生って結構まあ、80年ま。まあ普通に生きたら80年、90年生きると思うんですよ。 まあ、病気とかで死なないとか、事故で死なないと。で、じゃあそんだけ長いけども、多分、それだけ深い関係性を構築できる人って僕あんまいてないと思うんですね。あ、これね、僕ラッキーだなと思いますね。多分久保さんみたいな人に出会えて、俺ってついてるなと思いますね。<laughs> いなくないですか多分、 結構長く生きてる。まあ、しかもビジネスやってて、いろんな取引先とか久保さんも昔あったと思うんですけど、<laughs> いろいろなこの、あの、出会いがあって去って出会いがあって去ってっていうのがあるわけじゃないですか。うーん、その中で、ここまでしつこい、お互いしつこいのはないんじゃないかなっていう。<laughs> あ、そうそう。で、この億万長者合宿のやりとりが始まったきっかけが、エホバの商人さんじゃないですか。で、この前エホバの商人さんからメール来ましたよ。 で、まあ、また、だから、あの、ま、まだ見てくれてるんだらっていう、ま、まだ連絡来るんですよね、エホバの商人さんから。動画送られてきましたけど。そう。だから、あの動画きっかけですよね。だって僕がね、エホバの商人さんへの動画を別に久保さんに撮ってないですよ。え <laughs>、ね、あれ、久保さんに撮ってないですからね。撮ってないですよね。大丈夫ですよね。エホバの商人さんへっていう動画を撮ってたら、なんか久保さんがそこから絡んできたんですよね。乗っかってきたんですよね。<laughs> 吉田さんなんかたまたま見ましたみたい。で、そっからなんかリレー始まるみたい。<laughs> だからね、すごいっすね。だからエホバの商人ってやっぱすごいっすね。エホバの商人さんっていうのはこの、このリレーのひひつ引き付け役ですからね。ということでエホバの商人にしましょうか。エホバの商人はやはりすごかったにしましょう。いってらっしゃい。